皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。私、日本大好き、そしてドイツと血が入っているギコちゃんです。よろしくお願いします。そしてタイガ大好き。タイが大好き。はい、三重と北海道のハーフの姉妹です。何ですか今日は。モンストの動画を撮ろうとギコちゃんにはもう前もってちょっと話をして、内容は言ってません。画面収録をしてくれってことで、今してますけど、アカウント情報をさ、ちょっと順番に教えてもらいたいんだけど。はい、何ですかアカウント。俺のアカウントですか。そう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 。まずランクいくつ今。1703。1703。ガチャゲンの運極数ってわかるかな。これやってんのかな。まあおよそ、なんか変なのも入ってると思うけど、1363。ガチャゲンだけで。はい。氷の曲数もいい。あ、氷の曲数、はい、はい。1168。ということは両方合わせて2400ですか。今のところ。それぐらいで。2531。531か。それぐらいいってんだ。じゃあ紋章力は最近のボックス紹介が。そういうこと。そう。紋章力はね。木が 53,772、 水が 51,543、 木が 51,522、 光が 52,263、闇が 52,038。 意外と火が増えたね。じゃあ最後にもう一つだけ質問。はい。チャンギゴの、うん、豪雪の運極種を教えてもらっていい。まあ、何種類いるか。25だけど、一周目はね、重心構えもあれだから30種類かな。運極種で言ったら。なるほどね。重心角と重心構えが別キャラなんだよね、このゲーム。そうだね。だから両方作るっていうね。そう、うん、こんなような動画出した気がするけど、なんかあったんですか。俺がいない時にさ、うん、確かソル系の動画だっただろうから。そう俺戻ってきてから、だから改めてそういうの聞くのなかったなって。じゃあもう最後にこれさ、もう散々さ、聞かれてるし動画にもしてるから最後の質問なんだけど、はい、課金額いくら。もうなるほどね。俺あんま覚えてなくて、約1億2000万ぐらいだと思いますけどね。1億2000万。なんかね、これね、よく聞かれるし話すんですけど、この課金額を話すと、なんか後悔するんですよね。家買っとけばよかったって。それさ、よく他の人とかと以前コラボした時とかにさ、結構まあ皆さん驚かれるじゃないですか。まあ1億円の、ヒカキンさんすらびっくりするけど、ヒカキンさんももっと使ってるからね、ゲーム絶対。まあでも1億2000万使って、何億も10億とか稼がせてもらってるから、まあマイナスではないんだけど、なんか嫌だよね、使った金額を思い出すっていうのは。そうね。それがどうしたんですか。終わり。確かに、いや、これで終わりじゃないです。これで終わりじゃないです。何、そういうこと。クソみたいな動画になっちゃうから。いや、本当だよ。今言ってくれた、これ、いろいろあったじゃないですか。ランクとか。これがね、すごい重要な動画なんです。今回は。ほう。この情報が。この情報がすごく重要です。重要。最重要項目です、この動画は。これなんかドッキリ。ちょっとその要素入っちゃってんな。え。実はですね、はい、これをこのキコちゃんが、ね、言ってくれたボックスを見ながら教えてくれたこの、データ、はい、買取査定に出しました。なんてもう一回言って。買取査定に出しておりました。バカ野郎、やばいってそれは。買取査定。それね、まあ実際に売ったら多分だけど、規約違反になっちゃうから。規約違反。バカ野郎。なんでそんなバカ、アホの子みたいになってんだ。まあ実際売んないからいいけどね。てか、俺のボックスの情報どっから。これさ、前さ、ちょっと俺かなり叩かれた動画あったじゃん。あ、ドッキリのやつ。盗んだやつじゃん。盗んだやつ。犯罪動画。わかった。その時なんか録画したとか。そう、もうおい、アカウントはとっくに返してんだけど、あれに入れてたタブレットのやつは動画撮っといた。ふざけ
んだよマジで。とんでもない、究極の犯罪者。なぜならば、うん、いつかこういうことをするかもしれないなと思った。あ、ネタとしてね。ネタとして。さすがだよね。さすが元売買者だよ。愛だよ、愛。純愛だよ、これは。純罪だよ。完全に。すごいことするね。まあ、うん、もうこれ動画化するだろうから言うけど、他人にアカウントを譲渡するのは、規約違反だからね。気をつけてるんだからね。ちなみに、俺、ギコちゃんのアカウントを、ドッカンバトルのアカウントを、シモちゃんにあげちゃったんだけど、これも規約違反だから、そのうちバンになると思う。今、相当楽しませていただいてますけどね。まあ、俺があげたんだけどね、普通に。でさ、これ、まあ、はい、まあ、そういうの、まあ、あかんよっていう前提ね。今のこの話ね。話の流れは、まあ、あ、俺がね、っていう前提のやつで。これさ、うん、まあ、この、今のさ、このボックス情報いろいろあったじゃないですか。うん、ランクが1703やら、ガチャゲーム曲数が1300いくつやらってあったじゃないですか、だーって言ってもらった。まあ、当時は、多分ドッキリの時はもっと少ないですけどね。あ、そうね、そうそうそう。あれがもうだって1ヶ月、2ヶ月ぐらい前だから、うん、多分結構違ってくると思うんだけど、今の段階と昔だったらね。ああ、まあちょっとね。これなんか水物だろうからさ、値段的にもね。うん、これさ、うん、ボックスいくらかさ、気になんない。あ、まあ、気になるか気にならないかっつったら、まあ、だから実際に、ギコちゃんが売るとしたら、あ、売ったとしたら、業者さんこの値段で買い取ってくれるよっていう数字ってこともね、まあ、結構今当たり前のように、業者さんいっぱいいるからね。うん、だから、まあ、そこでさ、まあ、今回のやつもその、うん、お値段のね、発表したいと思うんですが、はい。いくらだと思います？いくら？いくらだと思います？ああ、俺が予想する金額、うん、希望金額ってこと？希望金額。希望金額はね、まあでもね、実際ね、ゲームデータの買い取りなんてね、そんな高くないんですよ、実は。だから、俺はね、まあ約1億2000万使ったでしょ。もし売るなら、1000万。12分の1？なるほど。何パーセントだから ?10% 未満 ?8%? ん ?8% ぐらい ?7、8% 課金額の。ああ、そういう考えだよね。だよね。売りたい人としてみたらそりゃそうだよね。そりゃそうだ。まあ、それじゃなかったら納得しないよっていう部分もあるしね。そうだね。まあ、売るならね、売らないけど。じゃあ、ということで、お値段の発表いたしましょうか。はい、お1000万1000万1000万より5000万45万6000円でした。45万6000円、あと結構高いけど安いな。すごくさ、はい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 、やっぱりさっきも最初言ったように流れがすごく早いんだよね。この例えばこのいろんなその売ってる人の見たんだけど、例えばじゃあヤクモ運極と最近のリムルの運極セットもついてますみたいな、まあ、そういう人でも、はい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 、あ、まあ大体20万から25万ぐらいの間だったりとか。なるほどね。本当に全然違う。あ、要するに昔のキャラクターの運極は値段がつかないけど、ガチャゲンとはいえ安い、すごい安い。そう、最近のキャラクターの運極だったら新しければ新しいほど、そして強ければ強いほど高い。そう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 。カードゲームのあれでもさ、強いカードって、うん、まあ高いのが、まあ、通説じゃないですか。はいはい、あ、確かにね、うん、そうだね、うん、トレカだよね。そう、トレーディングカードゲームとかって特にね、多分そういう部分もあるし、うんうん、多分そういうようなのですごい移り変わりが激しいんだろうなと思って、どん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 いろんなクエスト出ればさ、そのキャラクターの価値が下がっていくじゃん。ああ、確かにね。ああ、そういうこと。45万6000円ですか。絶対売らないけどね。絶対ない。そうだよ。だって1億2000万使って45万でしょ、うん、とんでもねえ投資だよね、含めたらそれはそれで。あれだよ、動画のバックとかあるから俺はいいけど、なかったら結構きちいね。そうね。YouTuber じゃなかったらきちいな、それ。
まあそういうもんだよな。そうですね。まあ個人的にはこのお値段でね、いただいた時には、うん、少ないなっていうふうには、まあ、やっぱり1億2000万かけた割にはこの値段は少ないなと思ったけど、まあ他にいろんな売ってる方とかの、うん、相場を見たら、うん、まあちょっとまあ納得いったかなと。あー、うん、なるほどね。実際の平均よりか高い感じだったんだよ。あーなるほど、ね、っていうふうに思った次第である動画にございます。おー、あーでもいい、なんかね、ある意味ね、あれだね、ゲームのデータってやっぱ値段つかねえって考えると課金意欲失うね少し。 あれだね、中古のゲームとかと一緒だね。バイオハザード RE4 をさ、うん、発売日に買って、発売日にクリアして、発売日に売っちゃった方が高いってことだよね。そうだね。そういう流れで言ったら、うん、例えば劇中とか、鳥獣コラボ、うん、これが来た時にすぐに運極にして売った場合、うん、あ、査定に出した場合、違うからね、これがね。でもあれだろうね、あとは重心が返して強くなったタイミングで運極だったら高いとかありそうだろうね。多分その辺の、いろんな取り扱いしてる業者さんとかだったらまあそれぞれのゲームに対して、うん、知識が明るい人もね、いらっしゃるだろうからね。うんうんうん。ということでした。なるほどね。あ、なんか心のなんて、なんか心に穴が来ましたね。ああ、クソ企画だよこれ。うん、なんかクソだ。あ、そうなんだ、俺のアカウント45万円なんだ。ちょっとこうって思っちゃったな。胸を射抜かれた感じでしょ、ダーンって射抜かれた。えっ、そんなにゲームのデータって価値ないんだと思って。まあまあそうか、うそうだよな。いや納得させるわ、1日かけて自分の中で。そうですね、一人かくれんぼしたらもうしちゃうかもしれない。俺も一人かくれんぼして二度と現れないかもしれないけど。ということで、ギコちゃん1億2000万課金したデータ査定に出したら45万円でしたよ。ゲームへの課金はマジで気をつけて帰ってこねえからな。片道切符だからな。以上、ギコちゃんでした。下ひげでした。バイバイ。カレイのジャム。